ドラッグパパス、横川店、本社所在地でもある。ドラッグパパス、大久保店、株式会社パパスは、東京都墨田区に本社を置くドラッグストア。コーポレートカラーの黄色とメガネをかけた、パパスおじさんが、シンボルマークのドラッグパパスを、東京都内に出店。2006年7月に、松本清の子会社となっている、人口密集地区の東京都東部に、 ドミナント出店している。コーポレートスローガンは、あなたの街の生活便利店。社名のパパスには二つの意味がある。東京都内に約140店舗、神奈川県2店舗、千葉県1店舗。内訳は以下の通りである。ポイントカードは通常200円につき1ポイントが付与されるが、200円未満の波数金額は繰り越し残高として次回へ繰り越され、 次回分の購入金額と繰越残高を合算して、ポイントを換算する方式を採用しており、ポイントの換算対象とならない、波数分が無駄にならないように設計されている。また、ポイント有効期限、累計ポイント、繰越残高などをカードで確認できる、印字形式をとっているため、松本清グループ内の他の店舗での相互利用はできなかった。 2013年4月1日にポイントカードのシステムを松本清グループ内の他の店舗と同じシステムに変更となり、ポイントの付与単位を税抜き100円につき1ポイントに引き下げた一方、ポイントの換算対象とならない波数分の繰り越し残高機能を廃止。さらに、これまではカード発行時にかかっていた発行手数料が無料となったシステムの変更に伴って、 グループ内で発行しているポイントカード同様にゴーポン機能が付与された。旧カードを所持している方は移行措置としてカードを切り替える場合は旧カードの累計ポイントに加え発行手数料相当分の100ポイントが加算された状態で新カードに移行される。退会する場合は旧カードが回収され獲得したポイントはべて無効になるが入会時に支払った発行手数料は 現金にて返金される。2014年11月1日に松本清グループ内の他の店舗で導入されている1ヶ月間または1年間の累計購入金額に応じてポイントが翌月または翌年度1年間2から3倍加算されるプレミアムポイントの導入と同時にポイントシステムを統合し松本清をはじめとする松本清グループ内の他の店舗でも利用が できるようになった。2015年4月1日には同年3月31日をもってサービスを終了したコスメティックメンバーズカードについて2016年3月31日までの期間限定でスタンプ1個につき50ポイントをポイントカードに付与するポイント交換を開始した。ありがとうございます。